髪がめちゃくちゃ長い。はい、マイマイです。さっきまでスマブラしてました。マイマイです。挑戦者に打ち勝ったマイマイです。やっぱスマブラはね、楽しいですから。でもまあ勝てない時はちょっとイライラしちゃって閉じちゃうけどね。それがなんていうの、終了の合図だと思ってる、個人的には。スマブラはね、まだ始めたばっかりだからね、いろんなキャラクター使ってるよ。そう、始めたばっかりだ、いろんなキャラクター使ってる。そう、事前物販があったらしいね。ありがとう、みんな言ってくれたくた。お口チュルチュルでしょ。だって私唇のリップパックしてから今日リップしてるから。そう、2日前くらいから前髪の巻き方を変えてからですね、ちょっと前髪の調子がいい。ABCDE ずっとずっと、ABCDE です。今日はね、夜にブロッコリーを、食べました。今日は朝からどうしても冷製パスタが食べたかったから、コンビニのなんかね、冷製パスタを食べた代わりに、朝がそれで、でなんかナッツのお菓子、ちょっとリハ中とかにつまめるナッツのお菓子をちょこちょこ食べながらリハをして、でまあお昼と朝兼用かな、それが。で、あと何食べたっけ。そう、とりあえず朝の冷製パスタを食べてしまったがため、そこで調節をしなきゃいけないということで、まあ、あ、そうだ、指原さんからいただいたシャインマスカットも食べまして、でそう、そしてあれ食べました。お家買ってきてからブロッコリーと、あとブロッコリーとお魚ソーセージ2個食べた。なんかお魚ソーセージをそんな食べちゃいけないの、カロリーが結構あるからなんかお魚ソーセージってあんまり食べちゃいけないんだけど、どうしてもお魚ソーセージが食べたかったから食べた。今日はそれで終わりだけど、結構生き生きしてる。でもここの肉がいらん、全部消したい。こんばんは。そう、スシアルさんからね、いただくねシャインマスカットって本当にね美味しいからさ、なんていうの、あれなのよ、なんかある意味シャインマスカットじゃなくて、フルーツとして食べるんじゃなくて、本当になんか水分を補給してるみたい。なんか一粒食べるだけでお水飲んだみたいな感覚になる。これマジで持ってないの、水分補給みたいな。
あと一粒がめちゃくちゃ大きくて、大きいから、そう、そこ一粒が大きいんです。そう、リハ後に食べたからね、めちゃくちゃ美味しくて。この以上やとちょっとって思ってもやっぱ食べちゃう。今日は特に甘いものは本当に、食べたとしてもナッツのやつしか食べてないからマジで気をつけた方だと思うけど、だけどね、やっぱりご飯がね、全然ダメだよ。全然食べちゃう。シャインマスカットのパフェとか生クリームと合うとか絶対合うよ。合う合う。もしも合わないんだったら、絶対に合わないと思うなら先にシャインマスカット食べて、後で生クリーム食べた方が、美味しい美味しいを一個ずつ味わえるか、いいんじゃない？結構栄養補給してるの食べてるんだよ。結構食べてるんだけど、すごいすごい息吸ったら口笛みたいな音だった。食べてんだけどって感じ。そう、食べてるんだけど、そう、痩せたいよ、痩せたい。でももうね、今ね3キロ痩せてるんだけど、そっから落とすのが結構むずくて。食べてるうちはめちゃくちゃ幸せなんだけどね。あ、リップはね、あれいつもと同じだけどね、あのリップパックしてから塗ってるから多分いつもよりツヤツヤなんだと思う。そう、サラダチキンかゆで卵。確かにゆで卵はよく食べるよ。でもサラダチキンがね、あんま好きじゃないんだよね。口てるんてるん。そう、リップパックどうしても私すっごい乾燥しちゃうから、口がマジでガサガサすぎて、そう、加工で消してる。この移住はさ、ノーマルだからみんなが消してくれるとは、そう、限らないじゃん。だからついつい、そう、なのよ。でもなんかさ、そう、冷凍の野菜にしてるんだけどね、もう帰ってきて切るのとかもめんどくさいから、すぐにもうレンチンで食べれるように、冷凍の野菜にしてるんだけど、温野菜になるからさ、自動的に温めたら。温野菜ってすっげえ体にいいからさ、なんか実家でお鍋するときに、なんかたまにブロッコリー、お鍋かな、なんか温野菜のなんかブロッコリーを実家で食べた記憶が思い出して懐かしくなって、すごいなんかうわー帰りたいなー、実家だなーと思いながら食べてた今日も夜。食物繊維ね、すっげえ、結構いいかも。すっげえすっげえ帰りたなった。美味しいからね、やっぱり野菜を食べると顔って変わ、なんかダイエットするとやっぱ顔って変わるよね。なんか
私ただでさえ顔にあんまり肉つかない人なんですよ。お肉が顔にあんまりつかない人なんですけど、ってメンバーに言われるからね、言われるか自分ではもう分かんないんだけど、なんかね、そんな私でもショールームみんなが切り抜いてくれてたりさ、毎日載せてくれてたりとかするじゃん。それを遡っていくと明らかに違うなっていうのがたまにあるんだよね。本当に最近とかすっごい感じる。明らかに違うなと思う。そう、顔嫉妬する。骨髄見るたびに思うもん。本当？そこまでは進化も遡ったりとかしないけど、たまにむくんだりしませんの？むくんだり、むくみがあんまりわかんないんだよね。むくみがあんまりわかんないけど、去年の9月好きなもの食べてた時期かも。結構好きな時期、好きなもの食べてた時期とか、毎日そんな、なんていうの、一生ツイートを見てるってわけではないけど、なんかなんていうの、本当に四六時中電車行く時もとか、そりゃ私は TikTok も見るから、TikTok も見るからずっと Twitter 見てるわけじゃないけど、それ以外はちゃんと Twitter 遡ってるよってことね。本当？嬉しい。マジ？私は今ね、高橋までしか汚さしてなくて、追敗だと思うよ本当。そう、あとね、なんか時間なくても、時間ある時に見てねって言ってくれるんだけど、みんな時間なくても見るから、そういうのって時間なくても見るから大丈夫だよ。見る時間を絶対に作るから大丈夫大丈夫。そんな絶対に見られないとかないから安心してほしい。見る時間は絶対に作るようにするよ。そう、時間なくても見るから。なんかこっちだけめちゃくちゃ困りまえのに、こっちだけめちゃくちゃなんか平行やねんけど、なぜなぜ、こっちめっちゃ困ってるのにこっちめちゃくちゃ平行なの、なぜなぜ。あ、今日眉毛描いてないんです、いいんですけど。ファンデーション何かを、この女優にファンデーション、もうねファンデが切れたんだよ。ディオールのファンデが、見てみんな、ちょっとわかるかな、こういう、もうこれはねカスカスな証拠、こことかこことかがもうねない証拠なんですよ。そう、カスカスで、なんか別にディオールじゃなくてもいいんですけど、なんか鈴木さんがなんかなんだっけ、やばい出てこない、あんなに言って、あんなに言ってたのに鈴木さんが使ってらっしゃる、やばい出てこないやつを買おうか迷ってんだけど、そう全然出てこない。そう、ありがとうクレドポーボーテ、そうクレドポーボーテを買おうと思ったんだけど、あれってすごくお高いんですよ。本当にお高すぎてびっくりしちゃうから、クレドポーボーテを買おうと思ったんだけど、本当に綺麗に見えるのかっていうのを、そうすごい聞いたことあるフレーズ、それはね、クレドポーボーテ
アイシャドウはいつものやつとか使ってないやつとかもあるから、もう別にそこら辺からもう引っ張り出してくればいいやって感じだし、そうアイラインもあるからいいし、眉毛描くやつとシェーディングと、あとはチークとファンデーションかな。クッションはあるんですけど、やっぱね水とかね、泡泡とかね、ウォーターアワーアワーパーティーなんでね、ちょっとさすがによ、さすがによ気をつけないと。やばい、出費がえぐいよ。あ、でもディオールよかったよ、よかったよかった、すごい綺麗に見える。私はツヤタイプ使ってましたけど、すごいよかった。大子さんありがとう。待って、キープミストとか言わないで、じゃ必要じゃん。ファンデいつもね、なんかイブサンローランについてきたクッションファンデのパフでポンポンしてるけど、買いました、あのアンドビーのやつ。またそう、メイク新品やろなんだよそれ、どんなプルーフなんだよおじさんが、おじさんじゃないやろ猫背生のイメージ強い。もう鈴木さんはクリニークだっけ、クララさっきのイメージが強い。待って私も泡沢先だから落ちないようにしないと。そうだね、4連番席だから泡はしないようにしないと。違う意味なんよ。高橋舞さんが目の前に来ても泡はしないようにしないと。みんなウォーターアワーアワーパーティーの意味分かってる？お水がかかってきてあわあわするんじゃないよ。あの動き的なあわあわじゃなくて、ほわほわ、あーやばい、物理的なあわあわね。あ、俺の連番、え待って、来るの、あれ来るっけ、水タイプ来る？水の練習は？ウォーターアワーアワーパーティー。あ、うまい、うまい、うますぎる。あ、水タイプ行くんだ。久々じゃん。つやつやでしょ。ブサイク、ブサイク、ちょっと待って、今の顔絶対に切り抜かない。そう、そうなの、なんかね違う種類の系統をしてみたいんだけど、なんかどうやったらもっとみんなが好きになってるくれるかっていうのを夜な夜な考えてて、メンバーに相談したら、いろんな系統の服を着てみてツイッターに上げてみたらどうなんじゃないって、いや、どいいんじゃない、どうなんじゃない、ちゃういいんじゃないかなって来て、あ確かにそうかもと思って、私昨日の夜4時くらいまで、朝方くらいまでずっとずっと調べてて、そうめちゃくちゃ調べてたんですけど、そうサブカルとか、あとなんていうの、なんていうの、ちょっと綺麗めカジュアルとか全部調べたんだけど、なんか全然刺さるのなくて難しくて、そうみんなに聞きたい、どういう感じのが見たいんだろうと思って。
全然夜行性じゃないんだけどめっちゃ見ちゃった。まいちゃんの私服かわいい。この前マジェスティックレオンのトップス、マジのトップス長袖のやつかな、かな、サイン会の時に着てたブラウスかな。本当ありがとう。水かかったら前髪スカスカならへん。なんないなんない。やってみたいものはやった方がいい。なんかやってみてお話し会できて一回終了になるのってもったいなくないっていう気持ちはある。ありがとう。そう、でもね、なんかね、私去年のイコノイジョイフェスがメイクさんにやっていただいてて、私こう見えてね、こう見えてマジで意見を言うのが超苦手だから、ケープ貸してくださいっていう、ケープ貸してください、10文字が言えなくて、そう、ケープ貸してくださいっていう10文字が言えなくて、昼のフェスケープちょっとしかかけずに出たら前髪飛んできました。そう、夜は頑張ってケープしたんですけど、借りてやったんですけど、ケープ貸してくださいの10文字が言えなかった去年は黒ケープ、うん。でもね、イコナイズイは一応私はケープじゃなくてあれを使おうと思ってる。やっぱり出てこないな、出てこない。ピンクのやつ、みんなわかる？女の子わかる？出てこないよ、出てこないよ、ケープじゃないよ、ケープワンじゃない、ケープじゃなくてなんかね、ピンクのやつがあるんだよ。ずっと舞台期間それ使ってたんだけど、ジルじゃない、なんかね、舞台とかってね、昼夜公演だと一回でバチッと決めるとね、あ、それじゃない、もう一個のやつ、一回でバチッと決めると夜やり直すのが難しくて、こう解くと白い粉が出てきちゃうんですよ。でもそのピンクのやつだと溶かしてもまたまた普通に戻ってもう一回負けるっていう、だからいいよ、すごいおすすめかも。出てこないな名前が。そう、激おすすめ。かな。そう、ニャージュの中で前髪グルーをね使うのは多分私だけなんだけど、そう、前髪グルー結構使うタイプなんですよね私。絶対に動かしたくないんだよね前髪を。1ミリたりとも微動したくしてほしくない。そう、M って書いてあるやつ、それじゃない、それは持ってる私も。なんだっけ、忘れちゃった。ピンクのパッケージなの。スプレー、スプレー、スプレーなんだけど、なんだっけな、わかんないよ。そう、ケープはでも2本しか持ってない。
別にね、だいたいなんかリハの時、ライブの時はメイクさんに髪の毛をしていただくから自分でやんないから、そんなさ、なんかなんていうの、プライベートまでさ、もうめちゃくちゃガチガチに固めたいわけでもないから、プライベートは青で固めてます。あ、そう、トリエ、それ、トリエ使ってました。そう、ピンクのトリエ、これは君です。そう、トリエです。めちゃくちゃ良かったからみんな使ってみて、すごいいい、超いいよ。そうかな、おすすめ。そう、いこの以上楽しみ。本当に踊るの楽しい、マジで。踊るのマジで楽しい。リハが熱いんだよね。立ち位置とかすぐ頭に入るタイプ？どうだろう。あ、でもね、立ち位置は入るし、振りもある程度入るけど、いや、振りはそんなすぐ入るわけではない。寝たら入ります。練習しなくても寝たら入るかも。なんかほわほわほわと思って、なんかここちょっとわからんかったから、まあ明日寝て起きてやるかと思って寝て起きたらできてるタイプの人。そう、睡眠学習タイプ、めちゃくちゃ。だからね、立ち位置覚えるのとか振り覚えるのとかはマジでちょっと天才かもしれない。そう、ありがとう。そうなんだ。頭良くないよ。それはあれだよ、アンキパンで。え、でもなんだろうな、マジで踊るのが楽しいだけかも。え、できる風に見せるのはあんま好きじゃないかも。逆に私は完全にできてる状態でめちゃくちゃ自信持ってて、私見てっていうタイプかも、どちらかというと。ほら私見てみろっていうタイプかもしれない。自信満々の自分で挑みたいタイプ。でもイコノイザイはね、もうね、とりあえずレッスンをバン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 送っていきたいと思っております。私は
感じかも。レノンに見せびらかすタイプ。レノン？レノンに見せびらかしても何にもなんないよ、ほんと。ほんと何にもなんないよ。あとなんだろうな、あと何がなんだろう、ライブ中の私はもうどうにでもなれと思っております。あのどうにでもなれ、どうにでもなれ。対バンの時はこの時間は絶対にニアジョイのものだと思うし、例えば出演時間の30分、これはマジでニアジョイの空気に持っていって余韻持たせれるくらいまで持っていってやろうとかも思うし、あとはなんだろうな、あと何思うんだろう。あ、でもほぼほぼ自分のファンの人にしか全然ファンサしない。目が合った人には送るけど、目が合わない人にはもう絶対に送らないようにして、送らないようにしてるっていうか送れないよね。やっぱみんな自分の推し目を見に来てるからさ、そのまま推し目を見るのを楽しんでくださいと思いながらパフォーマンスをしている。そう、みんながでもね楽しそうにしてるのとか見てて幸せよ。やばーい、なんか甘いもん食べたくなってきちゃったからみちを飲もうかな。みちはね甘い、めちゃくちゃ甘い、なんかヨーグルトみたいな感覚、どちらかというとヨーグルトみたいな感覚の飲み物だと思ってる私はね。元気が喉に来たら終わります。それが元気。あーでもほんまに楽しみ。このイジョイの時に思うのは、そうなんか地元のみんな見てる？地元のみんな見てる？思います。現役アイドル中でも多分ね、本当にね一番アイドルにならさなそう、ならなそうな人がさアイドルになったからさ、多分さ本当に本当に周りの子たちはびっくりしてるんだろうなと思いながら、申し訳ない、申し訳ないじゃない、びっくりさせて申し訳ないけど、一番アイドルにならなさそうな人がなったからね。びっくりされてそう。おもろい。
将来の夢将来の夢は昔からはでも特になかったです。ちっちゃい頃はお花屋さんとか、アイドルもあったけど、モデルさんもやりたかったし女優さんもやりたかったよね。でもニアズ入ってから思うのが、モデルさんもそれやりたいし女優さんもやりたいよ。舞台だってまたさせていただけるってなったら絶対にぜひぜひしたいし、でも私新しくめちゃくちゃ声優さんがやりたくて、そう、声のお仕事ができたらなってめちゃくちゃ思う。そう、声のお仕事ができたらいいなって思う私最近。そう、ミュージカルはもともとやってたんだけどね。そう、声優さんもできたら嬉しいけど、なんていうの、声だけに私動きが大きいから、動きが大きいから、なんていうの、リアクションが伝わりやすいだけで、普通に声だけだとさ、むずいんだよね感情を乗せるの。なんで紙コップなのか、なんかだらしないとか思われるかもしれないけど、シンプルに洗うのがめんどくさいからです無理だよ、恥ずかしいよ。そう、それはね、やった、それはやったよ。ちょっとめんどくさくない、洗うのとか。紙コップ洗いたくないですよ。すぐに捨てるんだよ、すぐに。ああ、環境は泣かないよ。環境も喜んでる。ああ、一石二鳥、一石二鳥。白熊さんが泣いてる。泣いてないよ。北極で高笑いしてるよ。私がもともとアイドル前になる前に行った学校、めちゃくちゃ SDGs 推進校だったし、なんかニワジョイの笑ってる MV 笑ってフラジールの MV もめちゃくちゃなんか SDGs 的な学校だったじゃんって思わなかった？笑ってる MV って言われてね、間違えちゃったんだよ。そうだからさ、やばい、ミスった。D がちょっと多いな、笑って SDGs。 だって笑って SGs とかだったらめちゃくない？もうほぼほぼ笑ってフラジルじゃん。いや、そうよ。なんかもう最近さ、全てがちょっとさ、なんていうの、
あれなのよ、ちゃんとね、ちゃんとやるつもりはあるけど、やっぱり携帯とかを触ってたら気づいたらもうね、お風呂に入る時間がみたいな。そう、めんどくさいなんか言ってないですよ。早くこの移住来ないかな。レノンだって床で2時間動画見てるから。あ、やば。あ、エミリーさんがなんかツイートしてらっしゃる。エミリーさんとしか言ってないです。でこんばんは。あー、やばい、魚肉ソーセージもう一個食べたい。ダメ、マイダメ、もう今から寝るだけでしょ、やることやって寝るだけでしょ、ダメだよマイ。ダメ、仲間にしないよ。私にはミチョという仲間がいるんだ。お風呂入りな、一日汗かいててちょっと あれかもよ。ちょっとあれかもよ。あー、細くないよ、そんなの細くないよ。はあ、でも健康的な食生活をするとさ、やっぱり顔とかさ体に出てきてさ、痩せると顔とか体に出てくるからみんな生き生きするよね。そりゃみんなが遠くから足をさ頑張ってエセラコス、エセラエセラエセラ、ちょっとごめん、あの分からへんけど、効果音が頑張って来てくれてると思えば、思ったら頑張ろうと思うよね。だから魚肉ソーセージとは仲間にならへんで。ふん。エッサホイサって。ふん。仲間になってやんねえよ。迷子です。まいちゃん TikTok で見かけて一目惚れしちゃいましたって。え、そんな奇跡ある？ありがとね。いいよ、見放されてもスーパーでまた買えばいるんだから。泣け泣け、ジョニーソードミソーみたいな。舞ちゃんって行動をしっかり体使ってやってる姿がとても好感を持てますよ。ほわ、あ、泣いちゃった。なんか物語みたい。わあ、面白い。
面白い。ブルモって本当にからかいがあるよね。嫌いですし。パピーなんて大嫌いですし。待てやちゃったよ。怖い。そう、なんか今日リハの時にダンスの先生と話してたら、なんか私が草って言ったのかな、なんちゃらで草って言ったら、そのダンスの先生もなんちゃらで草って言って、あ、真似したって言って、ハハハって笑ってた。私が何気にちょっと楽しみにしてること話していいかな。ニャジョイじゃない、ごめん間違えた。私が楽しみにしとるのは、めちゃくちゃ楽しみにしとるのが、イコノイジョイのご飯もう前も言ったけど、イコノイジョイフードがもうマジで楽しみで、去年はベーグルとかさ、ムースとかってじゃん。みんなムース食べた？ムース、みんなムース食べた？クイジハイリオール言うな。みんなムース食べた？みんなムース食べた？あれ食べてなかったらダメだよ。ノーブースでした、ダメです。イエスムースは？イエスムースは？イエスムースは？いないの？スムース誰もいないの？あれムースって売ってたよね。あれムースって売ってた、もしかして、あれはムースって売ってたよね。あれムース、あれムースって売ってたっけ。あれ幻想じゃない、じゃない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 、ムースは売ってたはず。あれ本当に美味しかったのに、みんな食べてないなんてマジで人生損してるわ。ああ今年もあるかどうか分かんないよね。マジで美味しかったんだよあれ。マジで美味しかったの。本当に私は帰りの新幹線の中で食べたんだけど、めちゃくちゃ美味しくて、なんかもっともらって帰って、これはよかった。あれめちゃくちゃ余ってたからさ、あれめちゃくちゃもらって帰って、これはよかったと思ったよね。全部回ること可能？わかんない。マイがプロデュースするとしたら何にしよう。待って、考える、めっちゃ考える。ちょっと待って待って、考えるから、ちょっと待って、考えるから、ちょっと待って。はいはいはい、決めた決めた、行くね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 。そこで立ち止まっとっても誰も助けてくれへんでれ、噛んじゃった噛んじゃった。そこで立ち止まっとっても誰も助けてくれへんデリシャスプリン出します。
どう？あ、オッケー、噛んじゃダメなんだ。もう一回、じゃあ違うやつ考えるよ。あ、はい、行きます。信じてティラミス。私の歌ありの信じてとティラミスをかけました。ねえ、うんとか言わないでよ。あと何があるじゃん。歩みは遅くだって言い進んでるようかん。なんかやだわ。やだわ私。わざわざ富士急来てようかん食べたくないんだけど。嫌なんだけど。嫌だ。次に何があるよ。レッチョインゲン豆とかしか思い浮かない。もうダメだ。ねえ、どうしよう。どうしよう。もうどうしよう。あと何が、私の歌い何、なんかあの酒飲みメニューしかないんだけど、あの隣で叫ぶ小エンドウ豆。あ、間違えちゃった。あと何がある？あと何がある？あと何がある？うん。あと何があるだろう。やだ、なんか本当にやだ。お祭りみたいだし、なんか全然可愛くないけど夏っぽいから言うね。黒板の落書きキュウリの一本漬け。なんかもうやだ、もうやだ。ちょっと恥ずかしい。食べやすいし売れるよ。マジ？チョーク味？だからチョークの粉に塩を見立てて振ってみんな。やだなあ。あ、もう終わらないといけないよ。 63?60?あら、まあ食欲失せるよ、ほんと。待って、でもこれ売ったらめちゃくちゃ儲かりそうなやつ思い出した。え、これはだって夏ってめっちゃ暑いやん。水分補給ってめっちゃ大事やん。これ多分富士急で言ったらもう分かるよ。いくよ。笑ってフラジュールイボスティ。絶対儲かるよ。え、めっちゃよくない？ほらほら、ホットはダメ。そう、笑ってフラジールイボスティいいよ。ペットボトルだったらなおよしだよ。よし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 、誕生日見ます。
13位かのやん、ありがとうかのやん、会えるの楽しみにしてるね。12位あかりちゃん、まいちゃんの前もラブ TikTok 見てるよ、ありがとうね。11位ちびたんくさん、ありがとう。10位きっとかーい、ありがとう、見てね。9位だまいさん、ありがとう、頑張るよ。8位よっちさん、ありがとう。7位かんさん、うちは見たよ、ありがとうね、かんさん。6位たくみ、両日待ってるよ、ありがとう。5位れんり、前のことが大好きで行ってね。4位たまちゃん、元気チャージ、よかったです、元気になってね。3位ちはてん、好きおやすみ、牛丼おやすみ。2位ともさん、ありがとう、今日もありがとう。1位オーズアットさん、俺の推しメン天使やね、誰なんですか、推しメン教えてください、ありがとう、皆さんありがとう。牛丼読み、めっちゃよくない、あと2分、残り少ない間にちょっと考えようや、一緒に。超孤独ライオンはちょっと思い浮かばないからな、あと何がいいだろうな。え、待って、めっちゃうまい、聞いて、超孤独ライオン野菜、あざしいとくじゃん、超孤独ドーナツ、孤独で食べないといけないんだね、多分きっと。超孤独ラーメン、え、待って、大空ビュントルティーヤ、かわいい、超かわいい。あと何があるだろう孤独なだけにしない、なんかあるよね、その食事のやつ。え、あと何があるだろう、やばい、もうダメだわ。今日も君の夢を見たん団子とかしか思いつかん。思いつかないよ。え、待って、今日も君の夢を見たんタンメン、めっちゃいい。あ、みんなおやすみ、ありがとうね、バイバーイ、みんな考えてみて。